かつての日産村山工場北部の跡地の一角に建設されたプリンスの丘公園日産自動車村山工場は2001年まで東京都武蔵村山市への木一の一にあった日産自動車の主力生産工場の一つとして存在していた工場である。プラントコードは5。敷地面積は139万平方メートルで敷地は 東京都立川市と武蔵村山市にまたがって立地していた。1962年、プリンス自動車工業第1号車であるグロリアのオフラインを皮切りに、同社の乗用車生産工場として創業を開始したことが始まりであり、プリンスロイヤルやスカイラインもここで生産された。その後、1966年の日産自動車との合併以降、 栃木工場、追浜工場などと並ぶ日産自動車の中核的な車両を生産拠点として重要な役割を果たしてきた。同工場では、プリンス自動車工業時代からのグロリア、スカイラインに加え、セドリック、ローレル、プレッセア、マーチ、キューブなどの日産の主力車種の生産をも行い、日産自動車武蔵村山工場としての累計生産台数は、 約968万台である。敷地の西部には一周約 4.25km のコーナーバンク付きオーバル場テストコースがあり、スカイラインもここでテスト走行が行われた。1999年、日産自動車の株式を取得して資本提携を結んだフランスのルノー社より最高執行責任者に就任した。 カルロス・ゴーンによって、日産全体の経営の立て直しを図るために立案された、日産リバイバルプランの具体案の一つとして、村山工場は閉鎖が決定し、自動車生産工場としては2001年より2004年にかけて順次閉鎖され、工場機能は他の日産工場各所に移転された。 これにより、40年余りにわたる、日産自動車の主力工場としての歴史に幕を閉じた。工場北端部の跡地に建設された、イオンモール武蔵村山移転終了後、工場跡地は売却、譲渡され再開発が進められたが、建屋と設備は撤去されたものの工場跡地のすべてが、再開発はされておらず、テストコース跡を含めて大半が広大な空き地として、 残存しており、2016年現在においても、航空写真などによる上空からの眺望では、長大なテストコース、及びその他の移行を伺うことができる。跡地の内全体の3分の1、旧テストコースの北側部分を含む北部跡地には、ダイヤモンドシティミュー、武蔵村山病院、カレスト村山、ワラベや費用東京工場などが建設された。またその一角に、 プリンスの丘公園があり、工場があった歴史を伝える記念碑が設置されている。残る3分の2、テストコース中央部及び南側、そして敷地東側の工場区画は、宗教法人新入園に譲渡された。この区画は所有者の新入園を加えた、後地利用協議会が立ち上げられ、プロジェクト村山用地と称されて、町づくりのための土地利用が検討された。以後、 競技会による検討が繰り返し行われているものの、新入園所有地部分についてはほとんど利用されていないが、2013年8月23日には、サッカーグラウンド、新入園芝生広場が開設され、地元の体育協会、サッカー協会に貸し出されている。また、武蔵村山市役所の移転が検討されており、2020年度までに、 基本計画が策定される予定となっている。プリンスの丘公園に立つ、スカイライン GT-R 発祥の地の石組み、ありがとうございます。